します。さあ、ファーストラウンド、注目していきましょう。まず、さあ、きっちりコンボを決めてダメージを与える。ダメージは十分。さあ、どうするか。両者攻めっ気たっぷりの姿勢。ここで両者ドライブゲージが心もとなくなったか。攻めに出るか、守りを固めるか。うまくラインを押し返した。ずうずうしく投げに来た。ここから試合は終盤戦、緊張感が増していく。投げはスカル。さあ、あとは一発小突くだけ。この技を使えば削りダメージで相手を倒すことができる。プレイヤー2ラウンド選手、この精神的優位を活かせるか。飛び道具をアクセントにきっかけを掴むか。ここはガードでしのぐ。ただ状況は変わらず、まだ相手の動きをよく見ている時間帯。読み合ってきた。プレイヤー2画面端のいい状況を作った。チャンスでもあるが、入れ替えられたら攻守が変わるので注意が必要だ。プレイヤー2ゲージ管理が難しい。バーンアウトしている。受け止めながら。プレイヤー2ドライブゲージがないこの状況、なんとかしのぎ切りたい。ドライブラッシュで前に出る。 SA ゲージが両者にはあるよ。どこから叩き込む。ここでスタンしてしまった。プレイヤー1ここでの押し引きが重要。ランベルセ打撃投げが刺さる。 CA が打てる中段。さあ、そしてバーンとする。終わりかねない。これ以上はまずい。コンボー持ってた。プレイヤー2見事な勝利。この調子で連勝街道を築けるか。まだまだやる気満々。連戦がお互いを高めていく。ランデルスが当たる。投げレベルが上がる。両者攻めっ気たっぷりの姿勢。対空意識は万全か。上はガンか。ここはドライブラッシュでターンを渡さない。ドライブゲージはわずかしかない。このインパクトは通らず。さあ、ダウンから体力差はある。しかしどうにでもなる状況。手を出し合った両者、ここからどう動く。ここでバウンド。試合が動くぞ。倒しきる。プレイヤー2ラウンド選手、この精神的優位を生かせるか。ラウンド2ファイト。いきなり仕掛けた。このラウンドが勝負となるか。マイステップ。ランデルセ打撃投げが刺さる。さあ、ここからバーンアウト。まずいぞ。ランデルセが当たる。投げレベルが上がる。体力、この切り返しはケアしていた。強化状態の投げ出す KO。 随所で駆け引きが有利に噛み合った印象。一気に走り切った。さあ、両者真剣な面持ち。その目には何が映っているか。注目のファーストラウンド、何が起きる。対空意識は万全か。上はガンビか。プレイヤー1体力的には優勢。さあ、差し合いの距離、ドット単位の見切りができるか。次はどの引き出しを開けるか。ここはしっかり暴れて流れを切る。
プレイヤー2、ドライブゲージの運用が難しい状況。さあダウンから危険、攻めのドライブダッシュ。インパクトは防ぐ。届いた。プレイヤー1、先に1本もぎ取った。この勢いのまま行きたいところ。先ほどの動きをこのラウンドどう生かせるか。受け止めつつ攻撃する。ここでシャウトオーバース。プレイヤー1、体力を先行して展開を作れるか。どうにでもなる状況。お互いどう展開を作るか。パニッシュカウンターのチャンスは見逃さない。さあここからプレイヤードライブラッシュで前に出る。さあシャウトオーバースを発動した。バーンアウトしている。ダメージ以上の価値のある後ろ曲げ。当たらない。大きな隙を探すぞ。前ジャンプを仕掛けるか。両者大スプリニッシュ。最終ラウンド、ここ一番がやってきた。さあラストラウンド、ここがフックス。ここはドライブ勝利。プレイヤー2、激しい殴り合いを制して次のラウンドはどう動く。前に出て一気に間合いを詰めてきた。プレイヤー2、飛びはバレバレ。マジでここはどう出る。絶妙。まだ行く一生時。プレイヤー2、エスレゲージ差を生かしたい。受け止めている。ここで投げに行く。ドライブラッシュか。バーンと意図していたか。どうにでもなる体力差。逆転の青写真はどう描く。距離はある。仕掛けるのはどっちだ。ここは球打ち。ペースを変える。これは見逃す。さあここプレイヤー1、ドライブなしで気合でしのげるか。距離を詰める。ここでカウンターキー。プレイヤー1、緊張感が伝わってきた。よく勝った。戦いは一期一会。出会ってしまったからには倒すしかない。さあ開幕、両者はどう動くか。飛びをガードして、さあなんとか壁際は回避できたが、まだ予断は許さない。めくりガード、ジャンプの軌道は見えている。プレイヤー1、ここでドライブゲージがつきかけているが、ドライブラッシュを使って速い展開にするか。プレイヤー2、ドライブが使えない。バーンアウト状態だ。グラップしている。上は通さない。プレイヤー2、まずは流れを作った。このリズムのまま倒しきれるか。ドリルでペースを変えていくか。フラッシュが来る。気づけば壁がすぐそこだ。ここでバーンアウト。ここからどう動く。プレイヤーを受け止めながら。プレイヤー1、このバーンアウトはかなりきついか。ドライブゲージがないこの時間帯が勝負。プレイヤー2、ここでバーンアウト。試合が動くぞ。両者ドライブができない。うわー、ここでライジングアッパー。ライジングアッパー。プレイヤー1、ここでの押し引きが重要。さあ終盤、舞台は整った。何を狙っている。ラッシュするか。マラゲ、さらにプレッシャーをかける。さあそしてここで急ブレーキ。狙っていたのか。さ
あ次でファイナルラウンド、両者勝ち筋は見えているか。サンドブラスト、遠距離はタワーを打って静寂を破る。捕まえて投げ飛ばす、ドライブラッシュで前に出る。どうなる、プレイヤー2、これは見逃す。取り扱い注意、それがドライブインパクト。体力十分、繋いできた。さすがのジャストナック、この返しは見切っていた。プレイヤー1、ギリギリのドライブ、なぜここで昇竜が打てるんだ。投げる、どうにでもなる体力差、逆転の青写真通らず、5カウンター一戦。まず試合を見てきましたが、こんな試合は記憶にありませんね。まだまだやる気満々、前線がお互いを高めていく。飛び道具をアクセントにきっかけをつかむか。ドライブラッシュで前に出る。ドライブラッシュからの技は性能が良いのでチャンスを狙っていったか。プレイヤー1、相手を壁に押し付ける。壁に追い詰める時間を稼いで大ダメージにつなげるチャンスを増やしていく。ここは投げを見せてガードを崩す。これは掴めず、ここから試合は終盤戦、緊張感が増していく。ここはドライブラッシュバーンとしている。仕切り直す。プレイヤー2、ドライブゲージが戻るまでは下手には動けない。ワンコンボで倒しきる。プレイヤー1、ラウンドを取って圧力をかける。このままいけるか。投げ、さあここから気づけば壁がすぐそこだ。うまく投げていった。プレイヤー2、真空波動拳を打っていく。プレイヤー1、ここで壁やられ、相手の守りをこじ開けていく。被弾せずにパーフェクトで KO、 圧倒した。最終ラウンド、ここ一番がやってきた。さあファイナルラウンド、勝利の飛びを落とす。迎撃成功の形、前に出て、ここで投げに行く。 SA ゲージは溜まっている。何でもできる勝負、覚悟のライジングが決まる。確実にお互いが削れているぞ。昇天の拳、飛び道具が一気、ドライブラッシュか、飛びはバレバレ。ここ繋いできた、さすが。ここで勝負をかけるか。ここが正念場だ。プレイヤー1、この画面端でどうやって料理するか。ラッシュに行く、距離を詰める、弾で追いかける。なんという展開、逆転の青写真はいつから描かれていたのか。プレイヤー1、これはリプレイが見たくなるやつ。ギリギリで一歩上回った。ブラストで牽制、白いだ。投げを使ってガードを崩す。プレイヤー1、画面端のいい状況を作った。後ろに下がれないこの状況は大きなチャンスとなる。飛びをガードしてダウンさせる。目まぐるしく画面端が入れ替わる。プレイヤー2、ドライブゲージが空になるのはまずい。どうするこの状況、ここはガードでしのぐ。さあダウンから。プレイヤー2、ドライブゲージはやや少なめ、ここは大事に使いたいところか。ここは投げを見せてガードを崩す。プレイヤー2、さあ追い詰めた。うわー、こう倒しきる。プレイヤー1、ラウンドを取って圧力をかける。このままいけるか。このラウンドが勝負となるか。この切り返しはケアしていた。プレッシャーに耐えている。投げも見せていくか。ガードする、差し勝った距離を取る。ドライブラッシュで前に出る。一気に間合いを詰めてきた。両者ライジングアッパー、弾を使って膠着を破るか。投げてダウンから、ここが正念場、気合を入れろ。さあここからは差し合いの領域となる。ここ攻めのドライブラッシュ、きっちり弾で仕留めていた。チャンスは与えない。
随所で駆け引きが有利に噛み合った印象。一気に走り切った。